さ、お口につけたきびだんご、一つ私にくださいな。いや、ほんまね、いつももう木本に頼ってばっかりやから、今日は一人で来てますけどね、チケット手渡し言うてますけど、いや、ほんまね、いらっしゃいで。友達になったよ。曖昧な絵の人ですということは何がいいなんですから。僕、木下さん会ったことないから、まあ、木下さんいじりできないんですよということでな、なんと岡山に着きましたよ。ダンサーの子がストーリーで乱入してきたのが岡山です。ということで岡山県頑張りたいと思います。ほないおとなしい、今日疲れとる。30万人ほないこけ。皆さんの投げ銭だけで、このチップだけで日本一周をしております。47都道府県日本一周も3回目です。カーテンコールか。リクエストありがとうございます。おお。誰もが主役のショーなんてどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で Tonight, Tonight, Tonight。 やりたくないことだって誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めてんだろうって。 Tonight, Tonight, Tonight。 疑問なんてなったら生きてきた流れゆく時代の傍観者。今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所に期待聞かした。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる何や思いは真実だから、自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら、待てるカーテンコール。どうこんな感じの超えない、いい感じ。富山県と石川県に、ボランティア活動に行ったんですけれども、まだ行くのは早いとかね、SNS でも散々ね、アンチの方に叩かれました。で、まあ、そんなことね気にせず、僕はやっぱリアルで確かめたいなと思ったんで、実際にちゃんとした手続きを取ってボランティア活動に行きました。それはなんでそんなことしたかって言ったら、それこそ東北とか今まで台風被害とかいろんな、災害があったけれども、その時に僕はただただ傍観してるだけでした。ちょっと時間が経って、実際本当に今苦しんでる人がおるんやなっていうのを、やっぱ実際自分の目で見て感じました。で、ああだこうだ言ってる人は何もしてない人なんで、僕はそんな人になりたくないなと思ってます。ちょっとこう日本一周を中断してボランティア活動に行ってきました。岡山の皆さん、ちょっと遅れてしまって申し訳ないですけども、あのリクエストなんかある人よかったらリクエストしてください。はい、どうぞ後ろの。いいですか。はい、どうぞ。あの、僕めっちゃネロシン君めっちゃ大好きで。あ、シン君めっちゃ好きなんですか。そう、きっかけで、はい、僕も日本一周始めたんです。おお。で、僕地元なんですけど、はい、ちょうど1年前にここで僕も歌って、はい、あのシン君のストーリーとか歌ってたのめっちゃ好きで。うわ、嬉しい。シン君きっかけでインターネット始めて、はい、今活動してるんです。おお、すごい。え、なんてお名前で やられてるんですか。ミキゴリっていう名前で。その M ですか。ミキゴリの M です。あ、それ関係ない。あ、そうなんですね。その、まあ、群馬とか旅の途中で、はい、やっぱ僕野球やってたんで、はい、子供たちとバッティングセンターで対戦する機会があって、はい、やっぱ野球最高やなと思って。あ、野球ね。はい、やっぱ野球ももう一回違う形で本気でなんか取り込めるものがないかなと思って、はい、今野球の TikToker として活動してます。すごいじゃないですか。なんか僕がそのきっかけになれて嬉しいですわ、ほんまに。ありがとうございます。はじめまして。じゃあ後でストーリー歌いますよ、絶対に。はい、お願いします。ストーリーは絶対歌いますわ。うわー、嬉しい。ストーリーでもう涙2リットルぐらい出たね。あ、本当ですか。思い出の曲なんで。サージエリカ超えてきましたね今のうち水分補給しててくださいね。
え、嬉しい、ありがとうございます、ミキゴリさん、はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。今、3月27日に大阪のゼップナンバというところで2500人のライブハウスで入場無料でライブをします。それのチケット手渡しに日本一周をしております。よかったら興味がありましたらぜひ僕にお声掛けをよろしくお願いします。どんなやロボチンが君に言いました。残りの寿命を買わせてよ。50年を50億で買おう。人生をやり直したいと。ただ起きて食って働いて、寝て起きて働く毎日だ。それなのに手放したくない理由を考えてみたよ。体も痛くなるだろうし、友達もいなくなるんだろうな。恋愛もできなくなるような、その値段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。こんな感じかな。え、が、あ、頑張ろうのとこが好きなんすか。あ、注文入りましたね。追加で、追加料金で、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。追加料金いただきました。頑張ろう、頑張ろう、頑張れ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 。こんな感じ。すげえ。すいません、追加料金までいただきましてまだ行けますんでね、よかったら。おはい、お世話になります。よろしいです。ロードトゥーゼップナンバー。2024年3月27日、ゼップナンバーに初挑戦します。しかも入場無料投げ銭ライブです。2500人という人生史上最大規模なので、ぜひ皆さん力を貸してください。オンラインでの受付はもちろん、チケットを手渡しするために、なんと日本一周をします。そこで日本一周の目標とルールを説明します。目標、投げ銭だけで47都道府県制覇。無料チケットを2500枚配る。ルール、TikTok のシャドー版によりルール変更します。新ルール説明。無料ファンクラブ1人増えたら5000ポイント。メロシンファンクラブメロクラ1人増えたら10万ポイントが1日の使える資金になります。もし1日の使える金額が5万円を超えた場合は、子供食堂や児童施設にご寄付させていただきます。ネットでお申し込みをしてくれたら手渡し分が減るので助かります。そして、ファンクラブでは最速先行受付やライブ当日のファストパス、特典が盛りだくさん。そして、なんと今回、ファンクラブ風のファンクラフーを立ち上げます。イェーイ。無料のファンクラブでは、挑戦の近況報告、チケットの配布枚数、その他たくさんの限定コンテンツがありますので、ぜひ参加して応援よろしくお願いします。ファンオレに向けて、お願いします。とにかく出せや、自分を出せや、後悔するなら、無様でええわ、勢いで転んで。はい、こんばんは。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、ちょっと、はい。ありがとうございます。もうすぐ片付けます。すぐ片付けてる。あ、わかりました。なんか一人の人はもうすぐ片付けてるとって、もう一人は、あの、OK ですみたいな感じ。多分やけど、通報入ってないから、いけるっぽい。なんて言われたんですか。通報、いや、次見かけたらもう止めるけど言うて。ありがとうございました、ほんまに。あの、ちょっとまあ路上ではもうこんなんしょっちゅうなんで、もう慣れっこですが、残り21都道府県も頑張ってきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。
じゃあアカペラでホナナをちょっと最後だけおまわりさん見てるんで、もっと有名になったら自由に路上でパフォーマンスできる場所を全国に作るんで、ぜひ皆さん力貸してください。まずは大阪で作りました、秘密基地という場所を作りました。岡山でもね、いや何よりゼップナンバーを成功させて、そして日本武道館のためでもあるんですけれども、次の今年の目標がありまして、まずはヒットソングを必ず作るということ、そして47都道府県で、投げ銭入場無料のライブハウスツアーを行います。だから岡山もまたライブハウスで、開催するんで、ぜひ皆さん会いに来てください。お願いします。じゃあ全力で最後は歌って帰りたいと思います。今のままでは君を幸せにできへん、わかってるけど届かなくて悔しくて、たとえ離れ離れになってもどうしても俺は君がええねん、夢を叶えて君を幸せにするよ、自分以上に愛してくれた君を俺が絶対幸せに背中頼ってばかりいた自分にほなんな。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。じゃあ投げ銭をお気持ちで、ちょっと片付けたいと思います。おまわりさんに、おまわりさんにもね、ちょっとまた迷惑がかかっていけないんで、ありがとうございました。27都道府県目の次は鳥取県、鳥取県、せーの、ほな行こけー。タマです。あ、タマちゃん、ありがとう。1枚でいいですか。あ、とりあえず1枚で、1枚で、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もらった、あ、ありがとう。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対来てください。よろしくお願いします。絶対来てください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。マックの下は鼻に鼻に出てくるということでな、はい、すごかったな。深夜コールも。めっちゃおもろいな、深夜コール。いや、ほんまにすごいわ。いや、もう前回の日本一周もやっぱ岡山結構人来てくれて、はい、今回も結構いっぱいでしたね。一時すごい人がおったよな。はい、何人ぐらいおったかな。3000人ぐらいかな。大パニックですね。そうやな。鳥取島根、はい、人やばいから。絶対おらない。京都の差やばいから覚悟してたから、ちょっとへこむと思う。あれあれ、ほんまにへこむと、はい、覚悟しとこう。はい、よし、来てくれると信じてな。でもじゃあ何、どうしたらいい。ほな行こけ。行こう。鳥取県どうせカットすんねやろ。ほな行こけってあのテロップ入れんねやろ、どうせ。まあでも一応言うとこが、はい、それでは鳥取県、ほな行こけ。もう動画撮ったり？はい。あ、ほんま？あれも一応そういう意味です。一応マスク撮ったり。今気づいた。もう撮ったり？撮ったり？撮ったりよ。しょうもな。でも見てもらったら分かるように。ね、聞いてもらっても分かるように。鳥取に着きました。27都道府県名の鳥取に、鳥取ですね。今日は27都道府県名ですか？27件目の鳥取で、うん、日本一周始まって以来の出来物ができました。痛い。お前は若い。でもう
っちゃ電車よりだからめっちゃ疲れて腰も痛い。これ駅前でしょ。これが一応鳥取の中で一番人口が多い、はい、鳥取市。アクセス、あ、人口が8000人ぐらいって書いてましたね。人口が8000人の町での駅がこれです。うん、岡山は、何や、どれぐらいだったっけ。16万人ぐらい。16万人ぐらい、はい、これ8000人。8000人やの。8000人ですよ。ゼップ3個分ぐらい。ほんまや、言ったら怒られるけど少な。これ町全員が集まっても日本武道館無理や。ほんまや、すっげー、すご。そう考えたらすごいな町ってね。逆に東京すごいっすね、うん、じゃあ人口。これ鳥取やろ。マジで俺今日路上ライブで絶対おもろなかった、ごめんな。楽しい、大丈夫。基本路上ライブ何言うかとか全く考えてないから、はい、マジで何も決めんと挑むから。わかりました。もし滑ってたらちょっとシン君今日疲れてるんでって、テロップでも入れといて。シン君は今日疲れていますっていう米印のテロップ入れて、滑り倒したシーンを総集編で流しまくって。ほんまに疲れてる。髪の毛もチリチリになってるしな俺。やっぱだから半分以上制覇したわけやろ、はい、もう27やろ、はい、やばいって。郵便局行きますか。あ、郵便局行かなか、ほんまや。やばいやばいやばい、物販取りに行かなか。どこにあるか知ってる。あ、調べますわ。よし、じゃあ郵便局ほな行こけ。おめっちゃ重たいやん。えぐいって、ちょっとこれはえぐい。郵便局に来ましたけれども、こんな感じで全国ね、各都道府県物販をグッズをですね、秘密基地から送ってもらって、で皆さんの元に届けるということをやっております。これ日本一周目の時はね、友達にやってもらってたんですよ。東京の友達に、物販をね、そこに置いとかしてもらって。おお、すごい。で、その友達にちょっとお米、鳥取まで送ってみたいな感じで送ってもらってたんですよ、忙しいのに。で、いつもよりも岡山でね、結構過去最大ぐらい売れてほぼ空っぽなったんで、今回マジでパンパンっすよ。これえぐいわ。これめっちゃ過去最大にでかいな。ほんで、郵便局のおっちゃんに何できたんって言われて、車ですかって、いや歩きですって言ったらびっくりされましたね。うん、あ、これやったらいけるわ。これや。業者や。これ昔の現場仕事思い出すわ。土産や。うわー、これきつい。ということで今日の鳥取県よろしくお願いします。お願いします。これを見てる方は時間差でどこら辺になるんやろな。まだ日本一周多分続いてると思うんで、ですね、九州ぐらいかな。九州ぐらいに多分今の僕はいると思います、うん、だからこんな感じでやってますんで、ぜひ皆さんグッズ買ってください。お願いします。お願いします。助かります。ほな行こけ。ほな行こけ。1曲目僕いつもオリジナルから始めてるんですけど、オリジナルからでもいいですか。めっちゃ嬉しい。ゼップナンバのチケットを手渡しするために日本一周回ってます。鳥取県は、僕は3回目ですね、来るのがね。で、27都道府県目の鳥取県、立ち止まってくださった皆様本当にありがとうございます。 YouTube もうすぐ20万人行くんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。路上ライブの映像やったりとか、いろんな、この前で言ったら、被災地にボランティア行ったりとか、そういう映像、リアルの映像をお届けしてますので、ぜひ皆さん、見てみてください。応援よろしくお願いします。じゃあ僕のオリジナルソング On the Road という曲を聴いてほしいんですけど、深夜ちょっとごめん、ビッグ落としてもらった。僕は30歳過ぎてから、この多分下らへん、30歳を過ぎてから、路上ライブに出て、そして家を失ってホームレスになりながら、どうやって飯食っていこうかなっていう状態から始めました。でもそんな僕でも、まあいいよ、なかったらなかったよ。そんな僕でも、皆さんの投げ銭だけで日本一周することができました。本当にありがとうございます。
で、じゃあそんな路上から生まれた曲オンザロードという曲を聴いてください。皆さん、手拍子ありがとうございます。そこには何もなかった、でもそこに全てがあった。聴いてください、オンザロード。知ってる人は一緒に歌ってください。ヘイ。険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでええ真似なんてせんでも、ええそれは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで。おもろいこと探しに鳥取にでも来ない焦げ、目的地なんか決めずに行こうや。未来で悩むなら今を生きや。つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になるわ。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。ありがとう。ありがとうございます。改めましてシンガーソングライターのエノシンです。大阪から来ました。僕は今日本一周をしております。皆さんからいただく投げ銭チップだけで日本一周をしております。その目的はですね、大阪、3月27日に大阪で ZEP というところがあります。日本最大クラスのライブハウスです。2500人が入るライブハウスで入場無料で挑戦します。そのチケットを持って、日本一周回ってるわけなんですね。鳥取は、来るのは3回目ですけれども、初めましての方がほとんどですが、皆さんよかったら、皆さんとリクエストねお聞きして、即興で弾き語りで、皆さんのリクエストにお答えしてますので、何かね聞きたい歌があったりとか、好きなアーティストとか教えてもらえたら僕が歌うというスタイルでやってます。皆さんと楽しんでいけたらなと思いますので、よろしくお願いします。さっき言ってくれてた清水翔太さんの、歌を歌ってみようか。君が好き、じゃあ歌ってみよう。難しいけど頑張ります。眠れない夜ベッドの中、ぼんやり光る液晶を見てた。君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいて、ダメな僕を叱ってよ。今誓うよ、君を守ってく。だって君をこんなに愛せるのは僕だけ。こんな感じかな。どう？いい感じ。よかったわ。喜んでくれましたよ。何歳ですか今まだ？あともうちょっと17歳。あともうちょっと17歳。22日に。あ、そうなんや。おめでとう。じゃあ誕生日おめでとう。歌うみんなで。何ちゃんですか名前は？コノンです。え？コノンです。コノンちゃん？コノン。コノン。皆さん行きますよ。コノンちゃんですよ。行きますよ。ギターあるから。あ、Happy birthday to you。Happy birthday to you。Happy birthday, dear Konon-chan. Happy birthday to you. おお、めでとうございましょう。おめでとうございましょう。ね、未来系で来ましたよ。そして続きまして。誰が誕生日の人いないですか？順番に。初めて歌うけど、僕がね、まだネノシンになる前、シンっていう名前で、SHIN っていう名前で、まあ僕がリーダーでバンドをしてたんですけど、もうその時からも歌ってたし、その前の
ノア・エブランっていうね、2人でドラマーの男の子と、僕が、ギターボーカル、エレキギターで、で、そういう バンドっていうか、まあ、バンドかな、2人やったユニットを組んでた時から歌ってる曲で、螺旋という曲があるんですよ。その螺旋を、歌詞をね、ちょっと、まあ、僕が今思う、気持ちに、書き換えてですね、作りました。じゃあ螺旋という曲、めちゃくちゃかっこいいあの曲になってますんで、皆さんよかったら聴いてください。お願いします。初挑戦。目に映るすべてを僕が受け止めて、悲しみ苦しみさえ、この声が壊れても叫び続けるよ、君の物語の続きを。何も見えず君はどん底にいるんだよね。動けないまま閉じ込めてた思いは打ち明けることもできずに、また落ちてゆく君の螺旋。君が異世界へと僕を連れて行く、愛が故にどうしようもない、守ってあげたいと、救ってあげたいと、その願いはもう届かない。繋いだ手を僕から離したはずなのに、動けないまま一緒にいたかった、それだけでよかった、もう叶わない、また落ちてゆく僕の螺旋。君がいないこの広い世界で生きてゆく、愛を探して悲しくていい、忘れなくていい、苦しくていい、いつか消えてく恋は螺旋。ありがとうございます。螺旋という曲でした。初めて歌ったけど緊張したな。よかったですか。目に映るすべてを。2枚ありがとうございます。ハグでお願いします。ありがとうございます。もう夢だったんですよ。嬉しい。ありがとうございます。5枚7ありがとうございます。11枚です。ありがとうございます。いつもすみません、ほんま。ハグで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、僕めっちゃ手詰めたいです。ありがとうございます。2枚23ありがとうございます。ありがとうございます。ふわばたりえさんも出演してくださるんで楽しみにしておいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日会えてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。YouTube で一回見て、一回会ってみたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいわ。会えたらいいです。またぜひあの鳥取でライブハウスやるんで、はい、無料で。またその時はぜひお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。彼氏作ります。幸せな学校生活を送りたいです。ありがとう。ありがとうございます。
ありがとうございました。感動してます。見た見た、ハグだけは。あ、走ってない人だ。嫉妬せんでいい気持ち。ありがとうね。Thank you。ありがとう。27枚。岡山県越した。あ、そうです。岡山24枚。24やったもんな。まさかの、すごい。鳥取県が超えましたね。毎度お世話になります。エノシンでーす。ロードトゥーゼップナンバー。2024年3月27日、ゼップナンバーに初挑戦します。しかも入場無料投げ銭ライブです。2500人という人生史上最大規模なので、ぜひ皆さん力を貸してください。オンラインでの受付はもちろん、チケットを手渡しするために、なんと日本一周をします。そこで日本一周の目標とルールを説明します。目標、投げ銭だけで47都道府県制覇。無料チケットを2500枚配る。ルール、 TikTok のシャドー版によりルール変更します。新ルール説明。無料ファンクラフ1人増えたら5000ポイント、ネノシンファンクラブネノクラ1人増えたら1万ポイントが1日の使える資金になります。もし1日の使える金額が5万円を超えた場合は、子ども食堂や児童施設にご寄付させていただきます。ネットでお申し込みをしてくれたら手渡し分が減るので助かります。そしてファンクラブでは最速先行受付やライブ当日のファストパス、特典が盛りだくさん。そしてそして、なんと今回ファンクラブ風のファンクラフーを立ち上げます。イエーイ。無料のファンクラフーでは挑戦の近況報告、チケットの配布枚数、その他たくさんの限定コンテンツがありますので、ぜひ参加して応援よろしくお願いします。満員御礼に向けて、おなにこけ。いや、おー、撮ってる、なんかだ。いやいや、今、拍手取ろう思ったらもう終わってた。あはは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 。久しぶりやりましたね。いやね、北陸と東北はね、やっぱりね、寒いからね、みんなね、ポケットから手出さない。全然違うな、寒さかな。だからもうほんまにもう、張り受けて刺すような寒さやったから。あ、北陸ね、北陸ね、うん、はい、北陸もそうやけどな。だから それに比べたらちょっとまだマシな感じするもんな。はい、素手でもいけますもんね。素手でもいけるな。だから今日はもう僕一肌脱がしていただきました。、はい、嬉しい、ありがとう。人でも殺めてきた。